根あがりひ氏は、北海道よいちゃぐよいち町出身の日本の競泳選手。立教大学卒業。1930年代に活躍し、1936年ベルリンオリンピックで入賞した。よいち町大川神城小学校時代に本格的に水泳を始め、旧制よいち中学校時代から競泳選手となり、全国大会に出場するが、予選で敗退している。 1931年に立教大学に入学してから徐々に力をつけ、1934年の日本選手権水泳競技大会では、男子1500メートル自由形にて19分16秒2で優勝。そのレースの1000メートル途中掲示で12分41秒8の世界新記録を樹立すると、同年の第13回全国学生水上競技大会では400メートル、 および800メートルの自由形で、牧野正造と激しくつばぜり合いを演じ、2種目とも、牧野に及ばずにとなるも800メートルでは10分8秒4のタイムを出し、10分1秒2を出した牧野と共に、世界新記録を更新した。1935年になると8月上旬の、 日米対抗水上競技大会予選会の男子400メートル自由型で4分46秒0の日本新記録を樹立する。その日米対抗水上競技大会本戦では男子400メートル自由型で当時のアメリカ合衆国の第一人者であったジャック、メディカと接戦を演じて2位となったが4分45秒2の日本記録を樹立。さらに男子千五百メートルでは メディカと激しくつばぜり合いを演じて10分02秒4の同タイムながらわずかに一着となり、最終日の男子800メートルフリーリレーでは、湯さまさのり、石、原田すなオ、牧野翔三とチームを組んで8分52秒2の世界新記録を受立し、値上がりの名を響かせることとなった。ベルリンオリンピック日本代表選手に選ばれ、 本大会では400メートル自由形において4分53秒6で5位に入賞する。しかし、水泳王国と呼ばれ、メダリストを輩出した当時の日本では、この結果は目立つものではなかった。実は、値上がりは前年の日本記録樹立後はスランプ状態にあり、それが原因でメダルを逃すことになった。1939年、大日本帝国陸軍不評。 第26連隊に所属して、主権将尉を務めていた時に、ノモンハン事件を経験した。値上がりが戦死したという誤報も飛び、米国のロバート・キッパスから弔電が送られたという。後に研究者の調査や取材などを受け、この戦闘についての証言を行っている。第2次世界大戦後、1956年メルボルンオリンピックでは、水泳選手団の女子監督を務めた。また、 1961年日本水泳連盟理事長に就任した。北海道出身の全国的な水泳選手は珍しく、以後の著名なオリンピック出場選手としては、シドニーオリンピック女子400メートルメドレーリレー銅メダルを獲得した田中雅美や北京オリンピック男子400メートルメドレーリレーの自由型泳者で銅メダルを獲得した佐藤恒吉が挙げられる程度である。 ありがとうございます。